やっと戻ってきたな、イーノック。迷いもすっかり振り切ったようだな。次は荒キエルが支配する世界だ。あいつも全力で邪魔してくるだろう。気にするな。お前ならやれるよ。溜め込んだ汚れを取り除くため、イーノックは肉体を地上界に残したまま天界に戻った。 イーノックはこれまでの戦いを振り返り、己の使命に疑問を抱くようになっていたが、天使たちの声を聞き、天界から人々を見て、時間をかけて疑問を解き、再び地上界へ戻った。そして休む間もなく、エゼキエルと戦うイシュタールのもとへと急ぐのだった。 ナンナが覚醒し、イシュタールとなった。自由の民は勢いを取り戻しつつある。イシュタールは今、エゼキエルと戦っている。急げ、イーノック。イシュタールが汚れに飲まれる前に、闇にイシュタールを連れて行かれるわけにはいかない。彼女には 定められた使命が残されている。いや、うん、アラキエルを探してるんだけど、気配を感じなくてね。まずはあいつに任せてみるよ。 伝説たるゆえん、今回の事件は彼女から始まった。
床の動きに合わせて高く飛ぶんだ。いや、そうなんだよ。イシュタールは結構やるね。
Oh!
や、まだイシュタールが追い詰めただけで倒せてはいないよ。大丈夫。あとはイーノックに任せよう。